触ったことは触ったけど、そのスピードとかそういうの、はいはいはい、ちょっとスローモーションみたいになってる、はいはい、で映像そのものが熱動くんじゃないじゃなくて、触ったことは触ってだから僕はセクハラとかになってるんで、これがセクハラなのかなってのは今でも思いますけど、他の映画でああいうシーンは必ず出てくる昔からだからそれね、セクハラなんて言葉ないときは痴漢ですから、本番中に痴漢っぽいっていうのが分かりやすいんだけど、痴漢っていうのは相手がやらないとなんないんだけど、あんまりあれやがってないとかね、女子アナさん何かに書いてありました、スタジオじゃなくて地下鉄だったらお前はって分かりました。じゃあ、はい、その熱を画像じゃないと言うけど、なんかスローモーションみたいにしてるというふうに、ね、はい、感じますとしてもじゃないと、ユノさんがあの映像は捏造だと言うとまた不詐欺になるんで、分かりました。はい、なんか具体的にその次男に対して何かこうサポートをするような予定というのはありますか。そのまあ全部いつ頃出るんですか。逆にその物心両面でですね、いつ頃結論が出るのか僕は分かりませんけれども、はい、ゆくゆくはどういう生き様をするのかなってのを見ていきたいなと思ってます。じゃ例えばその、まあ、変な話ですけど仕事を皆さんの方から世話をしてあげるとか、そういうようなことは今現在では考えてない。もちろんです。多分来ないでしょ僕のところに。もう基本的には一人でやってけということですか。まあそういう話全然してませんけど、彼は多分来ないと思います。ちなみに今回の弁護士費用というのはどなたが負担されてるんですか。奥様じゃないですか。皆さんは負担してない。あの本人の女房が管理してるんじゃないですか。皆さん今後報道番組からのオファーがあった場合、まあ、将来的にですけれども、まあ、やりたいと、そういうジャーナリスト的な仕事に戻りたいと、そういうお気持ちっていうのはあるんですか。あります。まあ来ないかもしれませんけどあります。その時は今よりももっと厳しく出ます。その一番好きな番組を降りるということで今回責任を取られるということですけれども、この責任の取り方について、ま、世間はどんなふうに感じるっていうふうに美濃さんは思われますか。私のところに届くいろんな活字の早釣りとかゲラ釣りとか見ますと、顔を見たくない、できればバカせがれを、連れて山登りしろ、なんかすごいのがたくさんお手紙とかお電話とか来てます。まあ枚数は高は知れてるけれども、一枚のそういう意見があれば100倍だぞっていう方もいますんでね、それはまあ分かりませんけれども大変厳しいと思います。